ほっとできるひとときを、ひろみボイス。皆さん、こんばんは。ひろみです。今日も一日お疲れ様でした。今日はですね、久しぶりにちょっと雑談をねしたいと思います。久しくやってなくって、結構リクエストをいただいてたり、あとご質問をいただいてたりするので、そちらのお答えとかもしたいなと思います。最近のですね、ちょっとレビューということで、本をね、まずご紹介したいと思います。こちらの、タイトルが、両手にトカレフっていう、ブレイディ・ミカコさんっていうですね、方が書かれた本です。で、この本は実は去年のね、7月に買ってたんですけど、なかなか読む暇がなくって、ちょっとずつ読み進めて、去年の年末にやっと読み終えたっていうね、長く時間がかかった本ではありました。私の都合上。だけど、どんなに日が経ってても、ページをめくると鮮明にね、前の話の続きが蘇ってきて、私はそれを結構基準にしてるんですけど、自分に合う本だなとか、いい本だなっていう基準に勝手にしてるんですけど、そんな本でした。で、このブレイディ・ミカコさんっていう方、ご存知の方いらっしゃいますかね。この方はイギリスにね、住まれてる方で、ちょっと読みますね。暗くて読めない1965年の、福岡県に生まれた方です。1996年からイギリスのブライドンというところに住んでいらっしゃいます。2017年にですね、子供たちの階級闘争ブロークンブリテンの無料託児所からで、新潮ドキュメント賞を受賞されました。2019年には、僕はイエローでホワイトでちょっとブルーという本で、毎日出版文化賞の特別賞というのを取られているんですね。で、他にも数多くたくさんの著書を持ちていらっしゃる方なんですけれども、私がこのブレイディ・ミカコさんの本を読もうと思ったのはね、いつだったかな、結構前に記事が上がってきたんですよね。ブレイディ・ミカコさんが思う現代の日本みたいな、そういう記事をね、読んだんですよ。で、その時になんて書いてあったか正直あんまり覚えてないんですけど、確かになって思ったり、あ、イギリスから見るとこんな感じなんだなとか、イギリスの現状ってこんな感じなんだなとか、ふんふんってスラスラとインタビュー記事だったんですけど、読んで、で、その後にこのブレイディさんという方にすごく興味を持ってですね、簡単にですけど、ググらせていただいたら、なんかこう、高校生の時だったかな、もともと書くことが大好きで、授業とかテストよりもテストの答案用紙の裏になんか物語みたいなのを書くっていうのが好き で、それを先生に怒られるんじゃなくて、あなたは物を書く道に進みなさいって言われたっていうね、エピソードが出てきて、素晴らしいいい先生に出会えたんだなってね、なんか思いながら、あ、じゃあこの方の書いた最新作をちょっと読んでみたいなと思って購入しました。で、この話がですね、ここにはね、僕はイエローでホワイトでちょっとブルーという、その毎日出版の文化賞かな、特別賞を取った本では書けなかったことっていうのを14歳の少女の視点で書く長編小説って書いてあって、そのね、この賞を取られた本を読んでないと何のこっちゃってわからないのかなと思ったんですけど、全くそんなことはなくって、これはこれで単体でもちろん
成立しているお話だし、ものすごく読み応えがありました。で、簡単にね、あらすじを言うと、これからまっさらな状態でこの本を読みたいという方はちょっとこちらを飛ばしていただきたいのですが、14歳のイギリス人の女の子と、昔のですね、まあ、昭和かな大正かな昔の時代に来た、まあ、女の子少女のお話が交互に出てくるんですね。設定としてはこのイギリスの少女14歳の子が手にした本の主人公にこの女性が出てくるんですけど、ですね、なんて名前だったかな、文子さんかな、金子文子さんっていう女性の話が出てくる本をミヤちゃんっていう主人公が読むんですね。で、自分の生活に照らし合わせながら、こう励まされたり勇気をもらったり落胆したりっていういろいろな感情の変化を経ていく物語なんですけど、ミヤちゃんもフミコさんもものすごく育った環境、生まれた環境に恵まれていないという設定なんですね。本当にね、読んでてかわいそうになるくらいだったんです。で、特にこの金子フミコさんっていう方は、読みながら私はあまりにも辛すぎて、こんな苦しい人はいくらフィクションでもよく書けたなって思ったんですけど、もっと驚いたのは、実はフィクションではなかったんです。この金子文子さんっていう方の話、最後の最後でこのブレイリー美香子さんが書いてらっしゃるんですけど、実は実在した方でね、皆さんもググってもらえれば出てくると思うんですけど、まあ、壮絶な人生を遂げられた方の話だったんですね。で、その方の日記をもとにこの本も書かれたそうなんですけど、なので最後の最後で私はもっとびっくりしたんですね。まさか実話だったとはと。もちろんこの本自体はフィクションですし、この宮役のこの話もフィクションだと思うんですけど、かなり、なんて言うんでしょう、この本の中にも出てくる言葉で言うとリアルな感じでしたね。だから、そのブレイリー美香子さんはこういう、なんて言ったらいいでしょう、恵まれない環境で育って、まあ普通の一般の子たちと一緒に学校には通ってるんだけど、家に帰れば凄まじい生活を強いられている子たちっていうのをすごく身近に見ていらっしゃるんだろうなっていうのをすごい感じた作品でした。で、まあ、その14歳たった14歳のミヤちゃんが自分の弟を守るためにいろんなことを感じて、行動に出て最後に気づくみたいな、まあ、そういう流れなんですけど、なんかこう、なんて言うんですかね、こう私が自分と照らし合わせることは、まるっと照らし合わせることはできなかったんですけど、私がこの本から受け取ったメッセージが一つあるとすれば、それは周りの人に頼ってみるっていうことなのかなって思いましたね。私自身その育児をしていてすごく思うのは、育児を通してですね、人に頼る力っていうのがいかに必要かっていうのをめちゃくちゃ感じたんですね。出産も苦しいから一人じゃできないし、産後はもっと体中が痛くって、もう座れたもんじゃないし、でお乳も座れて、もう痛い、本当に痛くて、でその状態で夜泣きを繰り返す赤ちゃんの世話をしてってなると、とてもじゃないけど一人ではまっとうに生活はできないと思うんですね。まあ、フラフラだし、ご飯作る体力もないし、でも赤ちゃんの生き延びさせなきゃいけないしっていうので一生懸命で、でそれを1ヶ月だったらまだ頑張れても、やっぱり1年2年3年っていうのは、もちろん子供も大きくなるけど、大きくなるにつれてまた違う悩みが出てくるので、こう一人で頑張るっていうことがダメなんだなって気づけたんですね。それは私自身が学生の時から社会人まで結構一人で頑張るタイプだったし、相談っていうのもされるのは
多いんですけど、することは全くなかったので、ほとんどだから自分の中ですごい溜めて溜めて頑張って、苦しいなと思いながらも、まあ、それが人生だろうって思いながら、なんかこうどこか斜めに構えて過ごしてたところがあったんですけど、でも育児を通して、そうじゃないと、辛い時は辛いって言って、助けてほしい時は助けてって言って、そういう周りの手を借りながら、人でも物でもサービスでも借りながら自分の生活を回していくって、少しでも幸せに楽にこうできるように工夫をしていくっていうのが、まあスキルなんだなって、生きるスキルなんだなって感じたんですね。それはなんか過去の雑談でも何度かね、なんか生きるスキルとはみたいな話をしたことがあると思うんだけど、なんかそれの壮絶版っていうんですかね、なんていうかな、まあ大変さとか苦労とか悲しみとかっていうのは比べるようなものではないんだけど、まあ、結構過酷な生活をねしている、まだ10代の、しかも14歳の育ち盛りの思春期真っ只中の少女が2人本に出てきたことによって、なんかこうちょっと胸がキュッてね、こう苦しいなって思う瞬間もあったけど、そこで周りの人がどうせ助けてくれないんだとか、悪い人ばっかりなんだとか、確かにいい人だけではないけど、こう思わずにちょっと SOS を出してみるとかっていう、なんて言うんですかね、希望っていうんですかね、みたいなものを持っていいんだよっていうメッセージを私は受け取りました。だからなんかこう読んでて途中はしんどいな、苦しいなって、でも読めちゃうんですけどね、思ってて、で最後の展開である大人が出てきて、なんか私も結構斜めから作品を最初は見てしまうので、あ、なんかこの人がどうせ助けてくれるのかなとかね、なんか結局こういう感じで終わるのかなとか予想しながら最後読んでて、泣くもんかってなんか思ってたんですけど、ポロポロと涙が出てしまった本でしたね。なんかこれを読むと、なんだろう、その本って何でもそうですけど、自分の世界だけじゃなくて、いろんな立場の人の物語を、ファンタジーであれ、リアルであれ、フィクションであれ、ノンフィクションであれ、書いているので、こうなんていうんですかね、想像力がねやっぱり豊かになるなって思います。それは何でもそうなんですけどね、その絵本でも映画でもそうなんだけど、活字って自分のペースで読めるから自分なりの想像できるじゃないですか、っていうのをね改めてやっぱ思って、本はやっぱりたくさん読みたいなと改めて思った本でもありました。皆さんはこのブレイディ・ミカコさんっていう方のね本をね読んだことがあるでしょうか。私は、まあ、そんなにたくさんの小説家の皆さんの本を読んだことはないんですけど、なんかとってもね癖がなくて読みやすい書き方だなって思いました。なんだろう、回りくどい言い方もなければ、分かりにくい言葉も使っていなければ、だけどすごく想像させられる、でなんかこう他の人のこの世界中のどこかにいるだろう第一人称の誰かを想像させてもらえるっていうんですかね、なんかこう引き込まれるような本でした。なので皆さんもよかったら見てみてください。でね、次はちょっとご質問もいただいたんですよ。通常マシュマロのフォーマット、通常ご質問とかご相談ってマシュマロの相談ボックスに送ってくださいってしてるんですけど、以前ですねインスタグラムの DM に送ってくださって、ちょっと動画とかでお答えしますってお返事したことがあるので、それをちょっと読んでみたいと思います。はい、どこだっけな、これですね。私も最近いろいろ考えることが多いです。ひろみさんを参考にさせていただきたいので、退職されたタイミングをお聞きしたいのですが、もし差し支えなければ教えてくださいといただきました。例えば1、寿退社2、結婚前にすでに退職していた
3、結婚後同じ職場で半年以上共働きしてから退職などといただきました。このご質問の文脈としては、私がインスタグラムのストーリーズによくもう自分の日常を上げてるんですけど、何だったかな、育児と仕事の両立する上でポイントとか意識してることを教えてくださいって、こうフォロワーの皆さんにアンケートっていうんですかね、質問を聞いて、でその答えに、いただいた答えに私がまたストーリーして返信するっていう話の中で、どなたかが、いつも応援してくださる方が、こう仕事のストレスを家庭に持ち込まないって書いてくださったんですって。できるならばその家事とか育児の分担もするみたいなことを書いてくれて、確かにそうですねっていう流れで、その仕事のストレスを家庭に持ち込んじゃうと、私たちも夫とね、もともと職場が一緒だったので意見の食い違いっていうのもあったりして、でお互いストレスも溜まってたから、結構家で喧嘩しちゃったりとか、その喧嘩の結果ですね、私がもう家をと飛び出してホテルに泊まったりとかっていうこともあって、やっぱり家庭と仕事は別にしないといけないですよねっていう話を書いた流れでのご質問だったんです。で、なんだろうな、結論から言うと、まあ、どういう形になるんだろうな、結婚してしばらく働いてから私は退職しました。で退職したけど転職して、新しい企業に勤めて、で病気になってすぐ辞めちゃってフリーランスって今の形になったっていう感じなんですね。そうで、この方のその質問の意図っていうのがどういうところで悩んでるのかなっていうのがはっきりはわからないんですけど、おそらくお付き合いされてる方がいて、なんかこう仕事のこととか彼とのこととか彼女のこととか、なんかいろいろ決めるにあたって悩まれてるのかなと思うんですけど、私の場合はもう結婚が決まって彼も仕事辞めて自分のやりたいことにチャレンジするっていうのが決まってて、で入籍をして、で彼は仕事を辞めて、私はしばらく働いてから辞めてっていう流れだったんですよね。でなので、なんだろうな、まあ、そういう流れだったんです。で結婚までも早くて、付き合ってすぐ同棲して婚約して、結婚のタイミングで彼が先に辞めて、で私が しばらく働いてから辞めて新しい職場に転職っていう感じでしたね。でだから同棲期間としては3ヶ月あったかないかぐらいです。でもなんかその同棲ももう結婚するっていう話での同棲だったので、なんか同棲してから結婚を決めようではなくって、なんかもう結婚ありきの同棲でした。まあ籍入れてないので、まあ同棲で終わってた可能性もあるんだけど、あまりにもなんかトン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 って決まってしまったので、なんだろうな、ここでいろいろ考えてたかっていうと全く何も考えてなかったですね。そのいつ入籍をしていつお互いが辞めようかなんて話し合いもしてなかったし、どれだけなんかこの会社で働こうかなんていうのも決めてなかったし、どれだけあとどれだけこの会社で働こうかっていうのも私は全然決めてなかったし、彼は明確に決めてましたけど、だからその結婚というか退職のタイミングかな、なんかその退職のタイミングで言うとですね、またちょっと違う、この方の質問の意図とは違う話になっちゃうかもしれないんですけど、2社目新卒で勤めた会社でアメリカに留学して、で帰ってきてから勤めた会社、2社目の会社はすっごい私大好きで今でも大好きなんですけど、辞める理由が実は私はしばらく分からなかったんです。辞めてからもびっくり仰天ですけど、上司にはなんだろうな、やりたいこと、ナレーターになりたいので辞めますみたいなことを言ったと思うんですよ多分。で上司もやりたいことがあるならやってほしいからって快く
怒り出してくれたんですけど、でもなんか辞めてからも、なんで私辞めたんだっけって怖いですよね。なんかね、全然しっくりこなかったんです。1社目の時はすごくはっきりしていて、3年経ったら新しい業界に見てみたいから、とりあえず3年間もう超一生懸命働いたら辞めようって決めてたので、3年ちょうど経って辞めたんですけど、2社目はこれといった理由が実はなかったの。だから人によって、聞かれる人によって、上司にはやりたいことやるためにって言ってたし、親しい人にはちょっとなんかいろいろあってモチベーションが下がっちゃったとかも言ってたし、転職するときにはこうもうちょっとキャリアアップしたいんですとかね、ありきたりなことを言ってたし、なんか言う会う人によってなんで辞めたかっていう理由が全然違うっていう状態だったんですね。でもその1年半後ぐらいですかね、動画内でも何回かご紹介したことのあるこの本を読んで、私ははっきりしたんですよ。この本がもともと元 Facebook の、今メタバースって会社になりましたけど、 Facebook の COO を務めていた、優秀な女性が書いた本なんですけど、この方がスーパーハイキャリーな女性なんで、なんかこうあんまり参考にならないかもしれないなと思いながら手に取った本なんですけど、めちゃくちゃ人間味あふれる、本当になんか悩んでるポイントって女性として悩むポイントって変わらないんだなって、ある意味勇気をもらった本なんですけど、その方の本を読んでて気づいたことがあって、それはどんな文脈だったかちょっと鮮明に詳細に言えないんですけど、こうやりたいことをね、女性はやっぱりやる前からいろいろ考えちゃって引いちゃう自分がいる。だけどやってみないとそのスキルは身につかないし、経験も身につかないから、とりあえずやりたいって言いなさいって。で、悩むならその時が来た時に悩めばいいと。例えば結婚するし、もしかしたら妊娠もするかもしれないって考えて、じゃあこういう仕事を挑戦してみないって言われた時に、いやでも今後のこと、ここ 1,2 年で大きく動くかもしれないから、いや、やめときますとかではなくって、本当にそれにやってみたいという気持ちがあるのであれば、悩むのは怒ってからでいいよって、そういうメッセージを強く打ち出してるんですけど、私も振り返ってみると、なんだろう、その先のことを考えて遠慮したっていう流れではないんだけど、やりたかったことがあったんです。その会社でやってみたかった、自分がなりますって言いたかった。やれるかやれないかは別にして。だけど女だし、なんかロジカルに話せとか言われてもうまく話せないし、数字にも弱いし、周りが男性ばっかりだったんで、この人たちを納得させられるぐらいの能力はないし、やめとこうと思って自分の中でその気持ちを消しちゃったことがあるんですね。なんかそれをこの本を読んだ時に思い出して、号泣しちゃったんです、私。で、職場がもともと一緒だったの、夫に、私はここを読んですごい涙が出たんだけど、やっと私がなんであの会社を辞めたのかが分かった。それは自分がこうなりたいとか、これをしたいっていう気持ちを言えなかったから、仕事がどんどんつまらなくなってったんだと思うって。自分のこう気持ちに、やっと初めて、気づけたんですよね。だからあの時自分が手さえ挙げていれば、全然違う展開になっていたのかなって思ったりします。なので、この方がどのような意図で私に質問をくれたのかわからないんですけど、もしも何もね、結婚の予定とか出産の予定とか、予定でしかないことで悩んでるのであれば、一回それを消して、今目の前にあることに対してどうしたいかっていうのを素直な気持ちで考えた方がいいと思う。じゃないと私のように、例えば仕事だったら仕事がどんどんつまんなくなっちゃうし、恋愛だったら、じゃあ好きっていう気持ち、この人と一緒にいたいっていう気持ちはなんでだろうみたいな、その自分の素直さと向き合わないと、多分私のようにあの時こう言えばよかった、手を挙げればよかったってすごい後悔することになるので、
なんか人生の岐路って皆さんどんな方にもあると思うし、不思議なものでやっぱり30代前後ってそういうこうターニングポイントにね、出くわす人がたくさんいるのかなと思ったりするんですけど、私が自分の経験を振り返って思うのは、やっぱその自分の気持ちに嘘をついちゃいけないなってすごく思います。じゃないと結局いい結果を生まないので、私はその退職理由を、よくわからないまま辞めてしまって、でよくわからないまま転職活動をして、でまさに年収とか企業のバリュー、ネームバリューとかそういうのに惹かれて入って1ヶ月半で辞めたんですよ。もう人と会わなくって病んじゃって、で辞めたんです。で結局いい結果は生むわけないんですよね。だって動機がおかしいから。動機、その何かをやる時の動機ってやっぱり純粋な素直な気持ち、本当に自分の中から湧き出るものじゃないと物事続かなければいいものに巡り合えないですよね。なんかそれをね初めて実感しました。いい意味では私は経験してたんです。新卒でめちゃくちゃ頑張って、その結果第2社目の会社に出会えたのかなって思ってて、その頑張ればね、自分のなんか目の前のことに素直に対峙して誠実にやっていればいいこう巡り合わせが来るっていうプラスの意味では経験はあったんですけど、マイナスの意味で28歳の時に初めて経験しました。だから嘘ついちゃダメだなって自分の気持ちに。それはでも何事にも言えるんじゃないかなって思います。よくライブ配信とかでも雑談とか、あとなんだろう、ポッドキャストとかでも話をするんですけど、自分が好きだなっていう気持ちもそうだし、自分が嫌だなとか嫌いだなって思う気持ちも大事にしないと、いい子ちゃんになっちゃって本当の自分の気持ちがなくなっちゃったりとかするんですよ。本当に恐ろしいくらいに。で、全ての人好きにならなくてもいいし、全ての人から好かれなくてもいいし、そんなの不可能なんで、自分が何が好きで何が嫌いかとか、何がやりたくて何がやりたくないかとか、そういうものを、自分の感情を失わないように、失わないようにするにはどうしたらいいかって言ったら、周りに合わせずにはっきりと自分の意思を言ったり感じたりする、感じたものを大切にする、これは私の意思じゃないとか思わずに、今嫌だったんだなとか悲しかったんだなとか、そういうネガティブな感情も含めて受け止めてあげるっていうことの繰り返しが、自分の気持ちを大切にするっていうことだと思うんですよね。だから当時のことを振り返っても、何年前だ、5、6年前になるんですけど、そうね、こうやります、って私がやりますって、やらせてくださいって、すごい好きな職場だったからやばいかったなって思ってます。今はね、そういう後悔は二度としたくないっていうのが数年前の私の決意でしたね。そうだから、ちょっと話が多分この質問とはずれてきてはいるとは思うんですけど、そうね、私のだから退職、結局転職したけど、サラリーマン生活はその年に終わりましたけど、そうですね、いいなんか退職ではなかったかなって思います。表向きにはよく言ってましたけどね、やりたいことがあるからって。だけど気持ちよくは終われなかったし、気持ちよく終わってないってことはいい出会いもないわけで、その後の企業もあまり良かったとは言えないですね。ただそのどこでじゃあよしにするのかって言ったら、やっぱりぺったんこになった後、自分がどうやって捉えるか、どうやって立ち上がるかなので、じゃあいい出会いがありません、出会いがありません、終わりが良くなかった、じゃあいい出会いありませんだったら、もうずっとそれになっちゃうけど、でもどこかで自分が気がついて、こうじゃあ今の自分も受け止めて、今の状態も受け止めて、そっから再スタートを切るぞっていうね、それは自分でできることだから、どっかで断ち切ることはできると思います。だからなんだろうな、ちょっと重たい話になるかもしれないけど、例えば親に虐待をされていたから自分もそういう親になるんじゃないかっていうのは、脳科学的にもそういう遺伝はないらしいです。
っていう本を読んだことがあるし、その自分で断ち切ることはできるんだっていう人を私は何人も知っています。なのでそのいいことが続かないなとか、なんかこう育った環境に恵まれなかったなとか、まあこの本じゃないけどね、この本のミヤちゃんのお母さんも相当あの大変な方なんですけど、金子文子さんに至ってはもう何も言えないくらいひどい環境なんですけど、でもある程度年齢がねいかないとパワーも権利も生まれないので、できることは本当に限られてしまうけど、でもどこかで断ち切ることは必ずできるんだなと思います。うん、だからなんだろう、今全然いいことがないなとか、嫌なことばっかだなとか、この前のライブ配信でもね、年始にコロナになって彼女に振られてバイトのシフトが減らされてっていう、もう本当にトリプルパンチを食らったっていう方がいらっしゃいましたけど、本当に来る時は来るんですよね。私もその年にモヤモヤして退職した、転職先がうまくいかなかった、適応障害になる、時計後半になるっていう、こういうなんかこんなになんか続くんだなっていうことがあった1年だったんですけど、でもその時があったからこそ、こうちょっと落ち着いて自分を顧みたりとか、なんかこう、なんですって言うんですかね、こう自分を大切にするってどういうことなのかなとか、自分が本当に向き合わなきゃいけなかったテーマみたいなものに初めてまず気がつく、で向き合って解決できるかっていうのはまた別の話で、気がついた土地に解決できることはなくて、ほとんど長年やっぱりそれだけかかって生まれてしまったテーマなのでね、でそれにじゃあ向き合います、こう対峙してなんとかいい方向に行くっていうのにはやっぱり2年ぐらいかな、私はかかりましたね。うん、でもだいぶ変わったと思う自分が、それは多分そのテーマに気がついた時に逃げなかったからじゃないかなと思います。逃げてもいい時ってもちろんあるんですよ。例えばいじめとかね、本来であればいじめっ子がクラスを変えたり転校させられたりするべきなんですけど、残念ながら日本ではそういう仕組みがないので、義務も法律もないので、いじめられた子がなんかこうちょっと肩身の狭い思いをしたりとか、可能であれば引っ越したりってことをしなきゃいけないんだけど、でもそういうなんか自分が向き合わなきゃいけないことと向き合わなくていいことを、逃げるべきことっていうのは必ずあるんです。でその違いっていうのは、今の私が考えるのはやっぱりその自分の意思で選んだことの結果だと思うんです。それが私の場合は学生時代から結構続いているものだったんだけど、私の性格上、最初も言ったようにこう全部なんか話がつながってきたかな、こう自分の内に秘めてしまう、なんか溜め込んでしまうっていう性格性質があったっていうのも相まって、でっかいしこりになっちゃったことがあったんですけどね。でそれもそうだし、まあ、そこにいろんな転職先の問題とかいろんな問題とかが出てきて、それらは自分の意思でね選んだことなので、まあじゃあこれを一つ一つ解いていって、で自分が楽に幸せに生きるためにはどうしたらいいかっていうのをプロの手も借りながらトレーニングしていくっていうことを、まあ、やったんだけど、さっき言ったみたいに一方的に何も自分はありのままでいたのに、なんかこう思いやりも持って接してたのに勝手にいじめられるとか、そんな理不尽なことないじゃないですか。職場でもなんかすごい悪口言われるとか、それとかもとっとと相手を変えなきゃいけないことなので、相手を変えなきゃいけない問題っていうのは逃げるが早いです。相手を変えなきゃいけない問題っていうのは逃げた方が正解だと私は思う。それが家庭っていうのも同じですよね。相手、親とかなんか兄弟とか相手ありきの問題っていうのは、もう相手は絶対に自分では変えることはできないので、相手を変えようとすればするほど自分が苦しくなるので、もうとっとと距離を置く、逃げる、家を出る、そういうのが一番いいと思う。だけど自分が
曲がりなりにも選んできたこととか自分の性格に関わるようなことっていうのはもうしょうがないじゃないですか。いいとこも悪いとこも持ってるのが自分で、もし悪いところが自分の生きにくさにつながっているのであれば変える必要はありますよね。でもそれは自分に関わることだから絶対変えられるんですよ。なのでそのじゃあ自分に関わること、自分の一部に入るようなことで厄介だなっていうことに関しては向き合う、逃げない。それが多分結婚生活も一緒だと思うんですよ。私も結婚当初とか 1,2 年は本当に喧嘩が多くって、多いっていうか私が一方的にストレス溜めちゃうことが多くって、何度も何度も話し合いをしたんですけど、でもある時ふと気がついたんですよ。多分私はどんな人と結婚してたとしても同じ問題にぶつかってただろうなって、これは半分以上私の問題なんだなって気がついて、で自分を変える努力をしたらものすごく家庭が円満に円滑にいろいろ回るようになってきました。でも多分嫌だなとか辛いなとかね、結婚生活でもし感じた時に、あこの人と結婚しなきゃよかったとかね、なんかもしあの人と結婚したらとか、今離婚してこっちの方に行ったらとかいう発想だったら多分結局同じことの繰り返しだったんだろうなって思ったりします。だけどそれが例えばなんか DV とか家庭内暴力とか借金作ってきたとか、もう相手の問題じゃないですか。それはもう相手がしてくることだから、それはなんかもう変えられないので別れた方がいいと思うしっていう、まあそういう基準で自分の心に素直になって目の前のことぶつかったものに対して逃げないっていうことの繰り返しがきっと生きやすく、人生をあなんか楽しいな幸せだなって思う瞬間を多く作り出してくれる、うん、なんかコツなのかなって偉そうにですけど思います。私はだから、まあ、そういうのが最近はっきりしてきたので、自分の中で何かあっても全然怖くないなっていう気持ちではいるんだけど、今も疲れが溜まったりとかすると、あと生理前ね、生理前本当に厄介なのでっていう時になると余裕がなくなっちゃったりとかするので、またそれはなんか自分のいいなんかなんていうんですか、塩梅っていうんですか、私の場合だと頑張りすぎちゃうし、他の方だったらまた違うテーマがあると思うんですけど、見つけていきたいなって、こうそのテーマに対してどう攻略したらいいのか、どう仲良く付き合っていったらいいのかっていうのを見つけていきたいなって思いました。でその中の一つにこの本にもあるように、周りをちょっと信じてみるっていうのも大事かもしれないですね。はい、はい、ということで今日は本の話とかいただいたご質問とかいろいろとなんかポッドキャストみたいな内容にだんだんなってきましたけど、お話をさせていただきました。皆さんはそろそろ眠くなってきましたか？眠くなってきましたか？どうですか？起きてますか？今日はちょっとなんか下からライトが当たってるんでちょっと怖く見えてたらすみません。また雑談を聞きたいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、高評価や、コメント欄でメッセージを残していただけると嬉しいです。それでは皆さん今日も暖かくしてお休みください。また次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。